流星春のクソローテ祭り2024に対する視聴者の反応集。4月20日、東京。4月21、京都。来週、どこかのタイミングで渡米しフォーエバーヤングの追い切りに騎乗、そのため羽田杯乗れず。4月27、京都。4月28、香港。5月1日、船橋。5月4日、チャーチルダウンズ。向こう2週間で3回出国するのか。うん、これはクソローテ。マジで体調に気をつけてな。フォーエバーヤングは大丈夫そうだけど安城ががれそう。忙しくて幸せとか思ってんだろうな。体には気をつけろ。全身競馬おじさんのことだからいろんな競馬場と馬見れて普通に楽しんでそう。夏のクソローテの時疲れるでしょ？って聞かれて競り見に行ってリフレッシュしましたよ。って返すレベルには脳内メーカー馬人間だと思われるので多分向こうでも何かしら息抜きはする。京都、渡米、京都、香港。ここ気持ち悪い。一週間で日本、アメリカ、日本、香港、日本、アメリカとかよく揃うて。ここからは私の推理にはなってしまうのですが、おそらくこのジョッキーはめちゃくちゃヤバい人の可能性が。ジョッキーは食用柄得てして頑丈だし一時のタッケも国内外飛び回りだったと聞くが、こうしてローテとしてお出しされると体足りてるか心配になる。柏記念でエバヤンの最終追い切り乗れない。せや、一週間にアメリカで追い切り乗ってトンボ帰り往復したろ。ここ最高に愛情感じられるけどそれ以上に狂ってて好き。理屈はわかるけど実際あるやつがあるか案件である。もしかして流星ってすでにエバヤンにかなり愛着持ってる？本人が言ってたけど自分がずっと継続騎乗で G1 勝って海外重賞も勝って、ってフォーエバーヤングが初めてだからな。レース後コメントで僕の特別な馬みたいなこと言ってた試合はだいぶ深めだぞ。やはり厩舎でずっとコンビ組んで重賞連勝してるのもそうだけど、シチリアステの現役時とか師匠のためにオーストラリアからドバイにすっ飛んで調教手伝ったエピソードもあるくらいだからな。競馬おじさんというか競馬成人じゃないですか。自分みたいな平均以下の体力の人間はこんなの移動だけで時差ボケと酔いと疲れで一週間はグロッキーになるわ。去年だったか堺がすごいローテしてた覚えある。2022年夏、堺流星のクソローテ春。ニューマーケット競馬場、小倉、函館、小倉2日、グッドウッド競馬場、新潟2日、ドービル競馬場、ドービル競馬場。中2日で日本、イギリス、日本とか頭狂ってるやろ、褒めてる。競馬に対してド M すぎる。金曜と土曜の夜は競馬が楽しみで眠れないやつだぞあいつ。他がヤバすぎて霞むけど小倉の翌日函館で乗って翌週また小倉戻ってんのもなかなかキモい。小倉、函館、小倉で十分クソローテなのにそれが霞むレベルのローテーションを後半に畳みかけてくる狂人。もしかして、騎手って体力お化けにしか務まらないお仕事？あんもしえら。まあ割といろんな人乗ってるから。初コンビも松山の代打だったし松山でも勝ってるからそこまで安城にこだわらないタイプだと思う。というか柏記念とケンタッキーダービー前のコンタクトと羽田杯で何か一つ諦めないといけないとなったら羽田杯になるのもまあ仕方ないわなって。完全に憶測だけどアンモシエラの安城がここまで決まらなかったのって全部乗れる方法ギリギリまで模索してくれてた可能性もあるかもしれないしな。どうしても無理ならまあしゃあない。アンモシエラは乗り代わりで結果出してからの付き合いだけどエバヤンは持久車で新馬戦からの付き合いだしな。優先度的にもケンタッキーに勝るものはないだろうしこれは仕方ない。まあずっと継続騎乗で結果も出して海外で夢見させてくれるかもしれない馬なんて普通に愛着も湧くもんよ。これはおそらく竹豊でも一緒や。ドウデュースがまさにそれだからな。昔言って旧で妹がパスポートのハンコすぐいっぱいになるから増ページしても意味ないみたいなこと言ってたけどこの人も大概やな。競馬始めたてのわい。川田さん怖い。酒井くんかっこいい。最近のわい。川田かわいい。流星怖い。怖そうな人が実はまともでまともそうな人が実は一番ヤバいのあるある。柏記念の後中2日でケンタッキーダービー乗るの大変だなと思ってたら前日のレースも乗るらしく移動込み中1日だったんですが。安城のコンディションがマジで心配になってきたな。本番大丈夫なのか？クソローテ通り越してドン引きローテだよこんなの。日本からアメリカだけでもフライトって短くて半日とかかかりますよね。まあでもこんなクソローテできるのも若い時だけだから今のうちに存分にやってくれ。うん。
落ち着いたらやらんよな、さすがに。まさか今年のケンタッキーダービーで心配するところが馬じゃなくて鞍上の隊長になろうとは。まさかパドックで馬体の針じゃなくて騎手の針の方に注目する日が来るとは思わなんだ。流星はガレずに春を乗り切れるのか。去年除外で乗れなかったレースにずっと乗って勝ち続けてきた馬と挑むってんだから、そりゃあクソローテ上等で調教つけに行くわな。服装脱菜だし、オークソローテだし、なんなのこの人。どっかぶっ飛んでないとこの世界ではやっていけないのかもしれない。まあやはり先生の下に集まる人って大体どこか頭のネジが外れてるか、ネジとは別の何かがぶっ刺さってるやつばかりだもんな。冗談抜きでサイコロ振って決めたようなローテだな。でも流星は競馬ができるなら血の果てまで行きそうだし、クソローテサイコロを喜び勇んで振りそう。